今日の動画は、最近日本に猛威を振るっているあいつにフォーカスした企画。台風10号がヤバすぎるということで、台風の怖さがわかるような画像を集めてきたから、みんなで怖さを再確認しつつ、笑って吹き飛ばそうぜー。この動画が上がっている頃には台風がどこかに行っているか、めちゃくちゃ台風直撃中なのかもしれないな。やっほほー、どうもコテゾーです。そしてチビゾーです。というわけで今日は、今年はいろいろと日本を騒がせた台風について怖さを再確認すると同時に、台風関連の面白い画像たちを持ってきたぞー。ちなみに笑いにしっかりと舵を切ってるから、笑って台風を飛ばしてくれよ。本当に今年の台風はヤバかったらしいな。九州の方が大荒れでニュースを見ていても、毎日怖かったんだよあいつら。みんなが無事なことだけ俺らは祈っているぞ。そんなわけでこの画像の猫のように、公衆電話に避難するほどヤバい台風が来たらこの動画を見る前に避難するんだぞ。まだ避難する必要がなかったら、この動画を見て耐え抜いてくれよな。変な励まし方だけどもしかしたら効果はあるかもな。というわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。というわけで本編に入っていこうと思うんだが、まず最初に台風10号で話題になっていたあいつの話題からスタートだ。みんなは鹿児島県にいる勇気の木と呼ばれるヤシの木のヤッシーくんは知っているか？ヤッシーくん。申し訳ないが初耳だな。てかなんでここに来てヤシの木のことを紹介しているんだ？それがだな、前から注目されていたんだが台風10号が日本に上陸してからヤッシーの奮闘が約1万人に見守られていたらしいんだ。1万人だと、めちゃくちゃ有名人じゃねえか。具体的にはどういうことをしていたんだ？もちろんヤシの木だから何もしていないよ。何もせずとも人気になるヤッシーすげえ。でも愛されている理由としては、ライブ配信で風速50メートルを超える強風が来ても折れずに耐えていたことがかっこいいと言われているんだ。見るからに髪の毛が風になびいてるもんな。この暴風の中よく耐え切ったぞ。YouTube でヤッシーは配信しているらしいから、気になる人はチェックだ。そしてさっきチビゾーが言っていた髪の毛といえば。台風というのは髪の毛が飛ばされるほどの脅威なんだよ。めちゃくちゃ説得力のあるインタビュー風景だな。しっかりと髪の毛が飛ばされてるじゃねえか。カツラが飛ぶほどの強風と言っているが、ハゲている人からしたらカツラというのは命ぐらい大切なアクセサリーなんだぞ。知らず知らずの間にコテゾーはこの人を傷つけていることを自覚しろよ。そしてだな、違うところでは台風の影響が出ていて、こういったカツラが飛んでくる事態にもなっているらしいんだ。カツラに聞き別れの相棒がここで発見されてる。こんな偶然、いや、必然かこれは。インタビューでカツラが飛んでいったことをとても悲しんでいたら、SNS で誰かが見つけてくれたのかもしれないな。そこまで悲しんでる様子ではなかったけどな。しかもここまで悲惨だったらもう被らないだろ。というわけで今日はこんな感じで、台風の怖さがわかる画像を紹介していくぞ。それじゃあ次の画像だ。青木クミンは台風にも強いそうだ。台風が接近してるのに青木クミンのコスプレとはなかなかパワフルだな。しかも発言していることもなかなかに強そうだ。コミケに台風が直撃した時は、コロナで数年ぶりの開催だったらしいから台風が来てもお構いなしだったそうだぜ。やっぱりコスプレイヤーは強いんだな。この前にも台風のコラ画像を紹介してるから、そっちの動画もチェックだ。それじゃあ次の画像だ。ここからは少しだけ台風のヤバさを感じてもらうぞ。俺らはさっきからちょっといじり気味だったけど、こうやって見るとラスボス感エグいんだよな。風を操るボスはなかなか厄介だからな。しかしこれは終末感満載で少し中二病心がくすぐられるぜ。申し訳ないが俺もそう思ってしまったぞ。それじゃあ次も台風の怖さだ。バルコニーが飛んでくるぞ。これはなかなか台風の怖さを感じさせてくれるな。こんなこと普通に過ごしてたら絶対にないことだもんな。しかもバラバラにして飛ばしてくるんじゃなくて、丸々飛ばしてくるという風力だぞ。やっぱり自然災害というのは侮れないよな。めちゃくちゃ怖くなってきたぜ。それじゃあ次も風の力を感じる画像なんだが。ベランダがなくなるという事態にもなるぞ。マジかよ、ベランダは台風で壊れないだろうなって思ってた自分がバカだったぜ。何の手すりもなくなってしまうってしっかりとした脅威だぞ。じゃあ次が一番の脅威なんだが。この人が飛ばされるぐらいの風力だ。台風の中この人が飛んできたら逆に面白いだろ。でもさっきの画像たちを見たら本当なのかもしれないって思っちゃうんだよな。ちなみにこの画像は加工されたのが広まったらしく、僕と書いているところが本来は、車という文字になっているそうだ。加工前の方がグレードが高いのかよ。車が飛ばされるより、この人が飛んできてほしいと思ってしまったぞ。直感だが防御力の高そうな人だもんな。それじゃあ次の画像に行こうか。
すべて台風のせいだな。免許の試験に落ちたのは完全に自分のせいだろ。台風が来たからって何でも台風のせいにするなよ。試験に落ちたという事実も風と一緒に飛ばされればいいのにな。全くうまくないし、ヤッシーくんぐらいしぶとく根付いてやるぞ。めちゃくちゃ厄介じゃねえか。そんじゃ次の画像はこれだ。風で倒されたドミノピザドミノだ。なんだこの奇跡みたいな一枚。他のピザ屋さんだと台風が怖いってなるのに。ドミノピザっていう名前が生きた画像だな。よし、そんじゃ次は臨場感があって少しブレているんだが。スプラッシュトレインだな。スプラッシュする場所はマウンテンだけでいいんだよ。こんな状況では走り続ける電車かっこよすぎるだろ。本当は計画運休とかするべきなんだが、雨と風は読めないからな。はいはい、それじゃあ次はこの画像だぜ。ドラマすら反応してしまうほどの台風だ。うん、ちゃんと危ないって言ってくれてありがとうな。おかげでニュース以上にみんながわかってくれそうだ。こういう現実とフィクションが混じり合うってすごいよな。よし、サクサク行くぞ。次の画像はこれだな。東京スカイツリーの真の姿だ。なんだこれ、かっこよすぎるんだが。どういうことかわからないけど男は興奮してしまうな。これは東京スカイツリーが強風などに備えるときに出すいわば最終兵器みたいなフォームだな。最後の戦いの前に初めて披露するめちゃくちゃ強いフォームってことか。実は地下にとてつもないロボットが隠されてたり。眠ってるわけないだろバカ。ちょっとは夢見させろよボケ。それじゃあ気を取り直して、次の画像2号だ。スパルタ教官だな。台風が来ていてもなお教習を続けるってわけかよ。これはもうスパルタというかどっちもドMなだけだろ。けど正直、悪天候の中運転するのは有益じゃないか？確かに免許を取ってから雨の日とかに運転するのは怖いけど、ここまで悪天候な日は運転しないのがいいんだよな。何事も程度をわきまえろってことか。それじゃあ次の画像だ。やっぱり台風といえば強風に煽られる人だよな。めちゃくちゃ大変そう。って思いたいんだけど、ちょっと不純な気持ちも入ってきてしまうだろこの画像は。なんでだ？可愛い女性がスカートを履いてめくられそうになっているところのどこが不純になるんだ？もうすべて解説してくれてるじゃねえか。それじゃあこういうのもダメってことか？ダメじゃないむしろ俺とリスナーにとっては、台風が楽しみになるような画像なんだよなこれが。早口で何気持ち悪いこと言ってるんだよ。他にもしっかりと風にめくられている画像もあったが、YouTube 的にダメだったぞ。それじゃあ次も強風に煽られている女性だ。チビゾウはこういうのも好きなんだろ？つまん、強風とスカートが好きなだけなんだよ。傘が裏返っても肉まんを鉄壁の防御で守るおばさんは面白すぎるって。むしろなんでこの強風の時に肉まんを買いに行ったかが謎だよな。みんなも不要不急の外出はするんじゃないぞ。それじゃあ次はこの画像だ。雨や風に動じない伝説のタッグだな。動じるとかじゃなくただただ家にいてくれよ。おじさんは傘とかを知らないのか。この雨と風で傘を差しても無駄だということを悟って、逆にこのスタイルを極めたらしいな。ワンちゃんも一緒に極めてるのはなかなか模索感あふれるぜ。本来台風が来た時のワンちゃんはこうなるらしいぞ。まさに台風を感じている時の顔だなこれは。この画像一枚で台風の怖さがわかると言っても過言ではないぜ。さすがにそれは過言だろ。しかしこうやってみたらさっきのタップの強さが際立つよな。そういえばそうかもしれないな。ワンちゃんの個体値に差がありすぎるぜ。それじゃあ今日ラストの画像紹介に移るぞ。台風で暴風に煽られても前に進む精神力エグすぎるって。なんで斜めになりながらも進めるんだよ。風速40メートルネキじゃねえか。というわけで今日は、日本に上陸した台風10号でわかった台風の怖さを画像でいろいろ紹介させてもらったぞ。台風で不安だと思うが、少しは笑ってもらえたら嬉しいぜ。台風も時には笑いを生み出してくれるんだな。特にカツラ飛ばされ2機は台風10号で飛ばされてないか心配だぜ。もちろん強度を強めたカツラを新調してるんだろうな。じゃあこの動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。